どうも、懲罰モンキーです。今回は懲罰モンキーがおすすめする B 級選手紹介第2弾。今回もまだまだ狙い目になる B 級選手を紹介しますので、知らない選手が出てきたらぜひ狙ってみてください。今回ご紹介するのは男性レーサー5人、女子レーサー1人です。それでは早速男性レーサーから紹介していきます。懲罰モンキーがおすすめする B 級選手1人目はマッコー雄三選手です。マッコー選手は広島支部の B1 レーサーで、勝率は 5.05。 この勝率5点台というのは非常に大きなポイントで、特に一般戦になってくると勝率4点台と5点台の選手では道中の捌きが大きく変わってきます。これは僕の意見ですが、ボートレースの勝率はこのように得点合計割る出走回数で出ますので、勝率が4点台の選手イコール平均して4着の選手、勝率が6点台の選手イコール平均して3着の選手という認識をしてもらえると分かりやすいのですが、4点台の選手は平均して4着ですので、ひな剣絡みが少ないというふうに考えてみてください。そう考えた時に、勝率4点の選手と勝率5点の選手を比べると、4点の選手は平均4着、5点台の選手は平均 3.5 着ですので、道中は5点台の方がいいというのは分かりやすいかと思います。少し話はそれましたが、マッコー選手の特徴はその安定したスタート力です。こちらはマッコー選手の3節分の平均スタートですが、どの節でも安定して一定身ほどのいいスタートを切ってくれます。マッコー選手はその安定したスタートからどのコースからでも安定した着を取ってきます。特に差しコースからの成績は良く、2、4コースの時に人気がなければ狙ってみたい選手です。そんなマッコー選手のレースを見てみましょう。この時マッコー選手は2コース進入で得点を上積みしたいタイミングのレースでした。メンバーはこちらで人気はしていましたが、4号艇川原選手、1号艇岡本選手と人気を分け合う形で全体的に割れたオッズでした。それではレースをご覧ください。ここで注目していただきたいのが2号艇マッコー選手のスタートの質です。全速でいいスタートを決めますので、そこに注目してご覧ください。スタートしました。1コース1号艇岡本、2コース2号艇マッコーがいいスタート。1周の1マークイン先手、1号艇岡本、2号艇マッコーのサジハンドル、3号艇橋本は外前行く、内から4号艇川原、5号艇バタイ、続いてバックスレッジ、逃げる1号艇岡本、トライにかかる2号艇マッコー雄三、バックスレッジ一気に伸ばして横まで来ました。スターター正常。1周の2マーク2号艇マッコー雄三トップターン、1号艇岡本溜めての差し返しは届かない。3番手争い、空いたところ5号艇バタイ飛び込んでくる、4号艇川原が握ってコロをかわします。3番手争い、外4号艇川原、内からスルスルと3号艇橋本、中枠両者による3番手争い、レーサー2周回目に移っていきます。2周1マーク1号艇岡本太志が2番手ターン、3番手争い小回りする3号艇橋本、このうちに差しを入れていく4号艇川原博明、3番手4号艇川原、上位の体型2番1番4番確定がスリットラー、これから2周の2マークです。2周の2マークトップ独走で2号艇マッコー雄三から回っていきます。2番手1号艇岡本太志、内から4号艇川原、追い上げ加点で3番手、上位の体型2番1番4番後方3号艇5号艇6号艇の順、各艇が艇内通過してこれから最終周回の1マークです。3周1マーク1号艇岡本太志が2番手ターンを打っていく、4号艇川原ためてここも内をめがけていきますが、まだ3番手か、上位2番1番4番後方3号艇5号艇6号艇の順、3連単2対14のままならば 21.4 倍で2対41となりますと31倍ちょうど。これからラストコーナー、初戦以来の勝ち星は2号艇マッコー雄三、最後の直線2番手をつけてくる4号艇川原、1号艇岡本もたついた3番手2番手土壇場直線勝負、1着で2番のマッコー雄三がゴールイン、そして2着は4番川原、逆転になったか。完璧なスタートでの差し切り勝利でしたね。見ていただいたようにマッコー選手は握っていくよりも差していくコースが得意で、データでもこのように差しコースの2、4コースの連帯率が高くなっていますので、人気していないようであれば積極的に狙ってみてください。懲罰モンキーがおすすめする B 級選手2人目は田村圭選手です。田村選手は広島支部の B1 選手で、勝率は 3.6 の選手です。
勝率は低い選手ではあるのですが、だからこその高配当を狙える選手で、これから勝率も上がってくると思います。特に地元のボートレースナルトでは非常にいいレースを見せることが多いです。ナルトが地元ということもあり、3コースから5コースのセンター枠あたりからのまくり差しで高配当を届けてくれることが多いイメージです。そんな田村選手の素晴らしいレースをご紹介します。ボートレースナルト一般戦でメンバーはこちら。3コース6コースに A1 の選手が入っており、オッズを見ても5号艇田村選手は全く注目されていない一戦でした。それでは早速レースを見てみましょう。3対3と分かれました。進入インコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。ほとんど横一線揃ったスタートです。1周1番クエ、1号艇の水原に逃げる、3号艇佐々木がまくりに行く、5号艇田村健まくり刺す、バックスレッジ1号艇水原粘っていますが、まくり刺した5号艇の田村と先頭争い、3号艇の佐々木一定審査3番手、6号艇西野、4号艇柏、2号艇の樽美最高峰スタート正常でした。1周にマーク5号艇田村、1号艇水原の内から6号艇西野、さらに外3号艇佐々木、1号艇水原2番手です。3番手スタンド前3号艇の佐々木、内から4号艇の柏ですが、時計前4停止から5停止、リードを取って3番手は3号艇佐々木です。2周1マークの旋回、5号艇田村、1号艇水原、3番手3号艇の佐々木、バックストレッチへ小さく回っていきました。4号艇の柏が若干低下の差を詰めますが、バックスレッジ3番手3号艇の佐々木、3停止ほどリードがあります。4番手4号艇柏、その後ろでは6号艇西野と2号艇の樽美、2周にマーク5号艇田村、1号艇水原、3番手は3号艇の佐々木が守っています。レースこれから最終周回に入ってきます。5号艇田村圭が4停止5停止6停止とリードを取って先頭です。最終周回1マークの旋回、1号艇水原が2番手、3番手が3号艇の佐々木、最後のバックストレッチ、上位体勢は5番、1番、3番の体勢です。4番手4号艇の柏、後方6号艇の西野と2号艇の樽美です。まくり刺した5号艇の田村先頭で、ラストターンから最後の直線コース、1号艇水原、3号艇の佐々木、体勢かりなく、まもなくゴールを迎えます。先頭は5番の田村ゴリ、1番水原、3番佐々木ゴリ、4番5コースからスタートを決めて、いい角度でまくり刺していけましたね。データ的には2、4コースの連帯率が高いのですが、懲罰モンキーの個人の意見としては、田村選手は3、5コースの握っていくコースの方がいい配当を提供してくれるイメージですので、皆さんも田村選手をぜひ狙ってみてください。懲罰モンキーがおすすめする B 級選手3人目は向田祐希選手です。向田選手は広島支部の B1 レーサーで、勝率は 5.32、 勝率は今回紹介する選手の中でも最も高いので人気はするでしょうが、今日紹介する選手の中で一番パンチのあるレーサーだと思います。それでは向田選手の特徴を見ていきましょう。コース別勝率は1から4コースまで非常に高く、どのコースからでも買いやすいです。しかし今回お伝えしたいのは3、4コースからのまくり刺しです。スタートを全速で決めて締めていってくれるので展開予想もしやすく、メンバーによってはオッズもつくので非常に狙い目になります。向田選手の会心のレースを見てみましょう。出走表はこちらです。1号艇に A2 の藤田選手がいますが、実力は同程度のメンバーになります。それでは向田選手がどのようなレースをするのか見てみましょう。4番、5番、6番です。スタートしました。アウトの低下、かなり勢いよくここは出ていきました。1周の1マークに前提が殺到します。1号艇の藤田の外、握って待ったのが3号艇の向田祐希です。3号艇の向田がトップに立っています。お知らせいたします。6号艇の中野喜一がフライングのため変換欠用です。6番はフライング、6番に関する投票権発売額と同額で変換します。どうぞ大切にお持ちください。トップ独走となっている3号艇の向田祐希、2番手が1号艇の藤田博人です。3番手が4号艇の岸本隆、体型は3番、1番、4番。2周目1番区、先頭は3号艇の向田です。続いては1号艇の藤田、3番手が4号艇の岸本、上位の体型は3番、1番、4番です。
なお6号艇の中野貴一選手がフライング変換欠場となりました。6番に関する投票権大切にお持ちください。2周2マークの旋回です。先頭3号艇の向田裕樹、続いては1号艇の藤田博人、3番手4号艇の岸本隆、その後方に5号艇品田直樹、そして2号艇の瀬川正則と続いて最終周回へと入りました。縦に長い展開となっています。先頭は1周1マーク握って回った3号艇の向田、2番手1号艇の藤田、3番手が4号艇の岸本です。上位の体型は3番、1番、4番に固まっています。なお6号艇の中野貴一はフライング変換欠場です。6番に関する投票権大切にお持ちください。最終コーナートップで待った3号艇向田裕樹、続いて1号艇の藤田博人、3番手が4号艇の岸本隆でゴールへと向かっています。3番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、6号艇がフライングとなってしまいましたが、完璧なスタートでのまくり切りでした。向田選手を狙うときはその節スタートが決まっているのかを注意してみつつ、オッズを見て狙ってみてください。ちなみに先ほどのレースはフライング艇があったこともあり、配当的にはかなり安くなっていますので、向田選手が出走しているから買うではなく、しっかりとオッズを見て買ってみてください。懲罰モンキーがおすすめする B 級選手4人目は三宅潤選手です。三宅選手は大阪支部の B1 レーサーで、勝率は 4.69。 正直勝率これだけしかないの？というのが率直な感想で、というのも三宅選手は2015年から2022年までずっと A 級をキープしてきており、現在 B 級に落ちてしまい人気もしていないようであれば絶好の狙い目選手になります。三宅選手はコース別3連対率はこのようになっているのですが、僕個人のイメージでは2、4コースの差しコースでの捌きの方が三宅選手の狙い目だと思います。そんな三宅選手の渾身のレースをご紹介します。ボートレース大村でのレースで出走表はこちら。3コースには地元長崎支部の A1 レーサー石橋選手が入っており、人気は石橋選手に集まった一戦でした。三宅選手は2号艇2コースからの進入で、どのようなレースを見せてくれるのか見てみましょう。入着というレースになりました。6コース6号艇の丹下保です。5レース予選競争、進入は枠なりの3対3の台形です。スタートしていきました。1号艇と3号艇が好スタート。さあ少し3号艇が覗いていく石橋になりました。1番が先手の門馬、そして2番3番と競っていますが、3号艇まくり出しは入ったでしょうか。さらには2号艇4号艇もうちの方上がっていっています。トープ争いだいぶ混戦になっていますが、今3艇内側から2番3番1番と接戦です。スタートは前艇正常でした。第1から2号艇の三宅が2マーク先行体制、3号艇1号艇どちらも差しに向けようかといったところで、差し3番ですがわずかに2号艇の三宅が前、第2コースしかし上がってくる3号艇の石橋です。その後では3番手並んできた1番4番でレースは2周目第1段マークです。1マークは今度3号艇の石橋が内から先行体制、2号艇の三宅潤が差しに向けました。差し入っていきますがわずかに3号艇前、インコース粘って2番という動き、その後でも3着争いは1番4番2艇が並んだままです。まもなく2周目第2ターンマーク、2号艇の三宅が内から先手、3号艇の石橋はやはり差しに向ける様子、2番3番少し3番失速して2号艇の三宅が先行、前は2番3番になりました。そして3着争いは4号艇坂口が一定進半前です。1号艇の門馬が僅差、定冠外手後ろ6号艇の丹下、5号艇の上野と続いて最終第1ターンマークです。接戦ものにしたのは2号艇の三宅潤、追走に3号艇の石橋道とも、3番手は4号艇の坂口が二転身のリードを奪った上位体系は2番3番4番で最終ターンマークの展開です。シリーズの初勝利に向かう2号艇の三宅、追走3号艇の石橋、そして4号艇坂口の234でゴールへと向かっています。第5レース予選競争、先頭2番三宅、ゴールイン2着3番石橋、3着は4番坂口、そして1番6番ゴールイン。石橋選手との壮絶な一着争いを制しての見事な一着でした。今回ご紹介した日のレースではモーターが良かったことも勝因になっていると思いますので、船足もしっかりと判断してから三宅選手を狙ってみてください。公式 LINE では毎日引ける冒涜時もやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。
懲罰モンキーがおすすめする B 級選手5人目は関裕也選手です。関選手は福岡支部の B1 レーサーで勝率は 4.68。 そんなに勝率高くないけど大丈夫？と思った方安心してください。今回関選手をご紹介したのは関選手が出走するレースが狙い目ということをお伝えしたかったからです。関選手はコース別進入率を見ると分かるように前付けをするレーサーで5、6号艇の際は前付けに動くことが多いです。そして関選手の前付けレースはいい配当になってくれることが多いです。今回ご紹介したいのは関選手が6号艇かつ2コースまで前付けに動いた時で平均配当がこの場合8000円を超えています。関選手が前付けに動いた時には関選手自身がスタートがあまり早い選手ではないため関選手の外の選手のまくり展開や外の選手のまくり失敗からの中穴の逃げなどが狙い目になりますのでぜひ狙ってみてください。懲罰モンキーがおすすめする B 級選手最後の6人目は山下佳林選手です。山下選手は三重支部の B1 レーサーで勝率は 3.75 です。勝率はまだまだ低いですが今年5月にボートレース唐津で初優勝を果たし現在も急成長中のレーサーです。山下選手の特徴は握って攻めていくレースで3コースから5コースでしっかりとスタートを決めてまくっていきます。現在はフライング持ちとなってしまい苦しい時期になっていますが休み明けからまた果敢に攻めたスタートからまくりきる山下選手を楽しみにしましょう。ということでいかがだったでしょうか。今回は懲罰モンキーのおすすめ B 級選手を6人紹介しました。それぞれの選手が特徴を持っていますので皆さんもレースを見るときには選手特徴を考えながら投票してみてください。また皆さんのおすすめの B 級選手がいましたらコメントで教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。